俺だこんにちは。神田です。えー、本日は、えー、レノファと対戦した、えー、京都戦についてお伝えしようと思います。え、ちょっとね、動画をアップするのがね、遅くなってしまい、本当申し訳ございませんと。で、結果は、えー、もう0対2で敗戦という、 まあ、リモートね、観戦をさせていただいたんですが、まあ、レノファが前節と違って、えー、7人メンバーを変えて臨み、まあ、システムも3412を試したのかなまあ、このシステムは、まあ、レノファが、まあ、ボールポゼッションをしたかったんだと思います。 上位のチームに対して、まあ、どれだけ、えー、できるかを試したかったのかなと。で、中盤の、えー、枚数を増やして、えー、うた選手をしっかり抑えて、レノファの今季から取り組んでいるサイド攻撃を効果的にね、使いながら攻撃をしたかったんだろうなって。 で、レノファは、まあ、思い通りの試合展開で、まあ、ボールを保持しながら攻撃を仕掛けて、まあ、先手を、レノファがね、えー、取れた時に、まあ、京都の裏のスペースをついたり、まあ、セットプレーになったり、えー、セカンドボールを回収できたりしてたなと。けども、 京都の講師の切り替えが早くて、まあ、レノファのボールホルダーに対して素早く行く。まあ、去年の京都が違う部分はここの守備かなと。張監督が就任してからおそらく後ろに戻る。プレスバックするスピードを鍛えてきたんじゃないのかなと。 監督にね、就任した時の張監督が、えー、雑誌のインタビューには、組織的な連動性とハードワークを根付かせたい。そのための瞬発力のトレーニングをやっていきたい。サッカーはボールを取られて12秒で失点するスポーツと書いてあったので、まあ、まさにね、 そのトレーニングの成果が出てるなと。で、レノファが最後の最後で攻撃というかフィニッシュの部分で得点できなかったのは、この部分が京都が勝っていた。レノファの守備の時は、まあ両サイドが落ちてファイブバックにすることをやっていて、まあ京都のね、 スリートッププラス両サイドの選手がかなりね、高い位置を取っていたので、まあそれの対策は、まあきっちりしてたなと。フォーバックの時はサイドチェンジを入れられて、サイドに、サイドを起点にされて、サイドをね、どん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 変えられて、ピンチになることが多かったので、まあ京都の両サイドを防ぐために、 まあ、スリーバックにしたんじゃないのかなと。で、まあ、失点の場面ですけどもね、こう、吸水タイム直後、うん、まあ、吸水タイム後に、えー、宮吉選手と松田選手の立ち位置、ポジションをね、変えてるんですよね、多分。で、それまでに、レノファの隙がそこだと見抜く、 超監督の戦術眼と、それにね、きっちり応える選手。もう信頼関係だと思うんですよね。で、サイドから、宇た選手にボールが出た直後、簡単にこう、入れ替わられるんですよね。で、せっかく、レノハの選手がプレスバックして、追いついたのに、寄せが甘く、簡単にクロスを上げさせて、まあ、松田選手に決められるという、 ま、松田選手もうまかったんですよね。えー、クロスが上がってくる瞬間に、こうマイナスに動いて、えー、レノファの選手のマークを、まあ、視界を外すと言ったらいいのかな。わざと、え、自分の前に空間を作ったところに走り込んでヘディングという。 うーんで、レノファとしては、もう取られる時間帯が悪すぎた、えー。2点目も後半開始30秒ぐらいだったかな。レノファの選手が、ウタカ選手に1枚行って、かわされて、もう1枚行って、かわされて、えー、まあ、シュート打たれて、キーパーが弾いたところを、えー、押し込む、押し込められるという。 ゴール前でね、あんなに簡単に飛び込むと、ダメだって簡単に飛び込んだら、そりゃあやられるって、本当に。そこはね、ほんと、一番気をつけないといけないところだから。やっぱ京都はね、こう、我慢強く、粘り強く、守備をしていた。 で、やっぱ、レノファはね、もうほんとマジで軽い。何回も言うけど、そこを意識していかないと、勝てないからマジで。で、レノファが70%ボールを支配していたけど、結果負けてしまう。本来の形ではなかったかもしれないけど、勝った京都。 自分たちのサッカー、狙い通りのサッカーができてたけど負けたレノファ。ここの違いはボールを奪われた時のプレスバックの瞬発力とプレスに行く強度とプレッシャーに行くレノファの違い。プレスとプレッシャーって同じようで 違う言葉なので、違う意味なので、レノファはそれを理解しないと勝てないと思うので、えー、次戦がね、また、えー、5月2日アうェでしたよね。ちょっと対戦相手忘れましたけども、えー、またリモート観戦しながら、えー、応援したいと思います。本当にね、本当に頑張ってほしい。頑張れ、レノファ。えー、最後まで、いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。 それでは、また